紫のユニフォームが京都サンガ FC、 9試合負けなし、今シーズン最高の11位まで順位を上げています。一方白のユニフォームが東京ヴェルディ、 J1 昇格プレーオフ再浮上のために勝たなければいけない今日の一戦です。西京極総合運動公園陸上競技場、かなり風が強くなっています。ヴェルディの場合は押し戻されるっていうね、風下の場合はかなり序盤きついかなというところです。まあ、ショートパスで行くんじゃないですかね。J2 の第41節が始まりました。紫のユニフォームが京都サンガ FC、 そして白いユニフォームが東京ヴェルディです。安西和樹です。巻いてくる高いボールを入れてきました。シュートを打っていった。ドーグラス・ビエイラ、こぼれ球をシュートに持っていきました。まず最初のシュートは東京ヴェルディ。前半の2分です。コーナーキックの流れの中でした。今のはあえて高い球を入れていったんですかね。東京ヴェルディの方も少し落ち着いてきたんですか。カルロス・マルティネス、スルーが出る。オフサイドはない。ドーグラス・ビエイラ、石水が対応。ドーグラス・ビエイラシュートに来た。清水止めた。ここは大きなチャンス、東京ヴェルディ。ドーグラス・ビエイラのシュート、清水が止めました。前半の18分回ったところです。安西光輝、ドーグラス・ビエイラ、ミニパスを出して安西和樹のシュート、清水キャッチ、右からスースーッと上がってきて安西和樹のシュートでした。前半26分になろうというところです。内田つないで梶川スピードに乗る、パスを出して安西光輝、逆サイドにはドーグラス・ビエイラ、中に入ってきた、ヘディングシュート、渡辺のシュートでした。まもなく45分になろうというところ。松山さん、今のシーンいかがですか。こうマイナスにボール出してるんですけども、まあ、最後ダイビングヘッドをしたんですけども、まあ、惜しかったですけどね。スペースに出していった。ここで前半終了の笛。45分戦って両チームチャンスありましたが無得点に終わっています。